皆さんこんにちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。9月に入ってようやく秋らしさが感じるようになりました。秋のフルーツといえばそう、梨ですよね。今日は除草剤を使わずに有機肥料で梨を育てる生産者さんのもとに伺ってきました。なんと糖度も普通の梨よりも高くてとっても美味しいんです。そんな安全で美味しい梨を作る背景をレポートしていきたいと思います。それでは一緒に農園に行きましょう。レッツゴっていうか、超えた土の証拠ですね。お尻は出して低くな、あの甘さがな、お尻は尻の方が美味しい。ほんでこうやっとったら糖度が違うからね、こうやっとこうまんべんになるんや。なるほど。いかがだったでしょうか。美味しい梨を育てる背景には手間暇をかけた栽培、そして熟練の技だけではなく、ロス覚悟で美味しさ安全性を追求する生産者さんの姿がありました。こうやって安心して美味しいフルーツを食べられるのは
生産者さんが努力して育ててくれているからなんですね。食べるときにちょっと生産者さんの顔を思い浮かべながら食べると、もっと美味しくいただけるかもしれないなって思いました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にもこの美味しい梨を長期間保存する方法や、また品種による味の違いなどもお届けしてまいります。興味のある方はチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。